今回3回目となります、まあ、そういう中で本当に今日このような素晴らしい天気に生まれて、そして多くの昭和の名車出展していただいて、そして多くの方にラジオいただいておるということで、本当に私どもこの入川町としては地域活性化の本当に大きな大きなこれ原動力になってくれるんじゃないかなというふうに思ってます。3回目を迎えて、まあ、ノウハウもかなり取得していただいて、特に私は嬉しいのはこのクラシッカーミーティングイン谷組 だけでなしに他の街づくりについても非常に積極的に、まあ、関わってこの頃いただいてくるようになったと、本当にこれは入川町としても嬉しい話やなというふうに思ってます。出展していただく方はもうしっかりお願いをして出展していただく、それから今度ご来場いただく方に例えばこれから始まるオルティーズのショーとか、まあ、いろいろああいうのも組み合わせて、まあ、実はうち違った形のクラシッカーの他に今ワンダーピクニックというようなものを若い人がやっておっていただきますので、もうちょっとそういう部分の出展をしていただいて会場が盛り上がるとなおかついいなと思うのと、去年から谷見の門前の方が2回目かなり理解を示してこられ、おそらく地域の方が盛り上げておるだろうと思いますし、そんな思いでおります。この日のために天気が晴天になって、非常にたくさんの多くの方に来場いただけて非常に嬉しいです。まずこの谷組山華厳寺が今年になって日本遺産っていう形で登録されまして、それに伴ってのクラシッカーミーティングの活動をしようということで、それにちなんだ道断幕とかそういった旗を作ったりとかな形をしました。広告メディア、例えば新聞社とかテレビ局とかにもちょっと働きかけて、それで情報を流していただいたりとかしたので、それの効果があったのかなと思ってます。今回はだいたい約90台ぐらい出店の方に来ていただいております。個人的にはイスズの117クーペがかっこいいなと思う。輸入車とかだと今年、登録されてて初めて来ていただいたのがランボルギーニのカウンタックに来ていただいたので、スーパーカーが好きな世代としては非常にそれが嬉しかったです。1回2回3回と、まあ、ちょっと3年やってきて、ある程度ちょっとここは一つの集大成かなと思ってやってきましたけど、まだ4年目はちょっとこれとは違った思考をちょっと考えて、また来年開催したいなと思っております。そうですね、まあ、個人的にはいつか自分もクラシッカーを持ってこのイベントに参加したいなと思ってます。